ゴール国立博物館はスリランカ南部の都市ゴールにある博物館。世界遺産ゴールの旧市街と要塞の中にある最も古いオランダ風建物が利用されている。施設となっている建物は1656年に建てられた。1986年3月31日に博物館として開館した。ポルトガル、オランダ、イギリスの植民地時代のコレクションを展示している。 三つの展示室があり、第一展示室には、別校の装飾品や、ボビンレースの織物、伝統的な木でできた仮面などが展示されている。第二展示室には、オランダ領時代の家具や兵器が展示されている。第三展示室は、スリランカ、中国友好ギャラリーとして2013年9月10日に開設された。中国とスリランカの交易の歴史を物語る資料が展示されており、 中国の仏像、北権や14世紀に活躍した定話に関連する展示も行われている。ロバーツ、ノラ、ガレアズ・クワイエット・アスリープ、P19、ISBN 9長7895 59557906、ガレナショナルミュージアム、デパートメント・オブ・ナショナル・ミュージアムズ、2015年6月3日、閲覧。A.B. フェルナンド、 記シャニエース、ガレ、エス・ファッシネーティング・ミュージアムズ。セイロントゥデイ、httpwww. シラントゥデイ、LK、64から75,733。ニュースディテール・ゲールズ・ファッシネーティング・ミュージアムズ。html2015 年6月5日閲覧。A.B. フセイン、アシフ、リトル・ナウン・ミュージアムズ・オブ・スリランカ。 サンデーオブザーバー、http コロンスラッシュスラッシュ www.rootsweb.ancestry.com スラッシュ、ルコグ、グミュージアム、HTM2015 年6月5日閲覧。ありがとうございます。